ゆきママです。今回はダイエット企画第2弾お魚編です。実は私去年から6ヶ月ほどで4キロも痩せちゃったんですよ。どうですか、綺麗に痩せちゃったと思いませんか？ありがとうございます。まだ第1弾目のお肉編を見てない人はそちらを見てくださいね。それでは絶品のお魚料理2品を皆様に教えちゃいたいと思います。その前にダイエットに必要な3箇条をおさらいしましょう。1つ目はストレスは敵です。コントロールをしながらしっかり食べよう。2つ目はタンパク質をしっかりとって代謝を上げよう。そして3つ目は糖質オフの食材を選ぼうです。今回も糖質オフの食材であるサバとイワシを使って美味しい料理にしたいと思います。それでは一気にいってみよう。材料はこちらです。サバの方はもう調味料一切使いません。サバのみの料理です。イワシの方はちょこっとだけ材料を使います。でも少ないですよね。まずは1品目、焼きサバなんですけど、なんとこれフライパンで焼くんです。魚焼きじゃないです。フライパンで蒸し焼くことで骨まで全部食べれちゃうんですよ。サバ自身の油で骨まで上がるんですよ。だから骨はもうフライのようにして食べられますし、でも魚の部分がすごいふんわりして柔らかくて絶品の焼きサバになるんですよ。これ本当試してほしいです。しかもね、焼き時間が問題です。弱めの中火で8分、ひっくり返して6分焼いてください。結構長く焼かないと骨までサクサクに上がらないんですよ。骨までしっかり食べ応えのある、もう全部残さず頭からお尻まで美味しく食べられるのがね、この8分6分焼きなんですよ。絶対焼き時間守ってください。かなり長めに焼きます。来ました、来ました、8分経ちました。いきますね。見て見て、すごい油の量でしょ。これ私一切油入れてないんですよ。サバ自身の油で焼かれてるんですよ。うまみで中までしっかり上がってますよ。そしたら蓋をしてまた6分蒸し焼きします。私すごい大事なこと言わせてたんですけど、サバは必ずノルウェー産のサバを使ってください。ノルウェー産ってめっちゃ油塗ってるんですよ。もうほんと油の塗り方が半端ない。もう絶対ノルウェー産がおすすめです。どうやらノルウェーって油が乗った時期にサバを取るって決めてるみたいなんですよ。で、日本でいつでも食べれるのは冷凍技術とか配送技術が進んでるから、日本では好きな時にこの美味しいサバが食べられるってわけなんですね。もうね、私本当に大好きなんですよ、ノルウェー産のサバが。だから絶対皆さん裏見てね、ノルウェー産のサバ選んで買ってきてください。オープン。火加減が大事なんで、皆さんもし焦げそうになったら弱火にして片面8分ひっくり返して6分焼いてくださいね。もし冷凍の場合だったら、もし凍ったままのサバだったら何分かわかりますか？そうです、10分8分焼いてください。2分ずつ追加して焼いてくださいね。はい、これで焼きサバの、もうこれこの世のものと思えないぐらい美味しいですよ。続いてはイワシのチーマヨ焼きを作ります。しかもね、火使わないですよ、奥さん、すごいすごい。まずはトースター用の天板にアルミホイルを2枚敷きます。こうすることでこの後入れる調味料が漏れにくくなります。漏れたらね、うまみも一緒に下に流れちゃってね、もったいないですからね。はい、二重にしました。そしたらこのホイル、実はくっつかない素晴らしいホイルなんですけど、まあ、普通のホイルだとお魚のっけたらくっついちゃうんですよ。なのでマヨネーズをですね、薄く塗ります。こうすることで剥がれやすくなるんですね。そして味もしっかりつきます。で、ここに内臓を取って水気を拭き取ったイワシを乗せます。これね、もう実はスーパーで内臓を取ってもらってきました。もう今便利ですよね、全部スーパーやってくれますよ。私も疲れたなーっていう時はフライ用に広げてもらっちゃったりする時もあります。イワシが乗りました。イワシさんはね、顔は左に向けると縁起がいいです。続いて塩を振ります。
この後マヨネーズ乗せるんですけど、味が薄くてちょっとあっさりしちゃうので塩はしっかり振りましょう。そしたらですね、皆さんこれを使います。じゃーん、ピザ用チーズ。ダイエット中なのにピザ用チーズ食べていいんです。マヨネーズとチーズは糖質オフ食材なんですよね。私これ知らなかったんですよ。いっぱい食べるのはちょっとダメなんですけど、でもこのピザ用チーズ 100g は OK です。チーズあって嬉しいよね。めっちゃお腹いっぱいになるしさ、あとチーズってほんとイライラ予防になるんですよ。子供たちもちょっと不機嫌だったらすぐ口の中に放り込みますもん。もうみんな幸せになる、チーズって。っていうのはね、チーズの中にトリプトファンっていうね、幸せホルモンの材料になる成分が入ってるからなんですよね。はい、そしたらですね、シソーを入れるとね、もうめっちゃ味美味しくなりますよ。梅でもいいですよね。塩を入れる代わりに梅とチーズとマヨでもいいですね。はい、チーズ乗せました。シソ乗りました。チーズ乗りました。そして最後にマヨ、これを美味しそうに乗っけてください。これはマヨネーズがね、焼けるとチーズと混ざり合って見た目も美味しそうだし、味もめちゃくちゃ美味しくなりますよ。超ストレスゼロです。ストレスゼロダイエット料理、そして痩せる、最高。はい、そしたらトースターに入れて1000ワットのトースターで18分焼きます。フライパンじゃダメですよ、トースターがいいんですよ。もう、ね、焼き色がつくだけで見た目は美味しそうに見えるじゃないですか。だからフライパンで蒸すんじゃなくってトースターで焼いてくださいよ。オーブンでもいいですよ。焼けました。開けますよ。うわー、めっちゃいい香り。これでイワシのチーム焼きの完成。はい、それではいただきます。まずサバから、焼きサバからいきます。もう私これで4キロ痩せました。見て見て、中骨がパリパリ。このふっといぶっとい中骨パリパリです。歯が悪い人は食べないかもしれないですけど、普通の人だったら全然食べれます。ただすぐ飲んじゃダメですよ、よく缶食べてくださいね。私1年ぐらい毎日サバ食べてた時があって、本当に美味しくて、これ普通にサバを焼いただけじゃダメですよ。フライパンで8分6分中骨までしっかり揚げ焼きしないするぐらい焼いた、このノルウェー産のサバだからこそ1年間食べられちゃうんですよ。骨の部分がサクサクです。でも身の部分はふんわりしてて本当美味しいんですよ。全然魚臭くないんです。中骨美味しい。居酒屋さんとかで出てくる骨を揚げた骨線あるじゃないですか。骨線と一緒にサバと骨線食べてるって感じです。めちゃめちゃ美味しいです。サバ 2個ペロッと食べれちゃいます。あ、浮かびました。ノルウェー産のサバかけるフライパンで8分6分焼きイコール痩せるです。もう絶対どこも欠かせません。ノルウェー産のサバじゃなきゃダメだし、8分6分フライパンで揚げ焼きしなきゃダメだし、そしたらもう美味しくてずっと続けられるから痩せられるんですよ、結果的に。これはね、大発明の公式ですよ。ほら、もうミキママノーベル賞取っちゃうかもしれない、これ。うわー、うまい。これ炭酸水です。え、でかいね。もうね、これ炭酸水のおかげで私痩せました。お酒の量が減ったんですよ。お腹いっぱいになりますね。なのでこの炭酸水も重要なダイエットの一つでもありますからね、これみんな買いまくってください。そしたら最後はイワシ、もう超いい香り、もう部屋中がチーマヨの香りいっぱいです。もう香りだけで幸せになりますよね。イワシって安いから、そして意外と魚料理って簡単だから続けられるんですよ。すごいチーズついてきちゃった。いただきます。チーズを食べていいなんて嬉しすぎる。食べた瞬間優しくなれる、それがチーマヨです。めっちゃ美味しい。そしてこのカルシウムたっぷりのイワシと一緒に
食べます。合う、イワシとチーマイ合う。そしてふっくら柔らかい。安いのにうまいな。お肉の方が安いんじゃないかって皆さん思うかもしれないですけど、意外と魚もうまくやれば安く食べれます。ニキママのこのダイエット料理だったらかなり節約ダイエットご飯になると思いますよ。まずね、このイワシもいいんですけど、他には胸肉とささみ肉でもいいですし、あとはブロッコリー、これ絶対やってほしいです。単にブロッコリー、茹でたブロッコリーにチーズとマヨネーズかけてトースターで焼いてみてください。もう一株ね、ペロリですよ。いいおやつになるし、いい朝ごはんになるし、いい副菜になります。うん、どっちがいいかな、どっちがベストかな。今回のイワシとサバ、どっちが一番美味しいかな、難しいんですけど、まあ、手軽さで言ったら、簡単さで言ったらもう完全塩サバですよね。ひっくり返すだけ、8分6分焼いただけだから、もう手軽さで言ったらもう塩サバがナンバーワンですね。なんだけどイワシは家族みんなも喜んで食べれるから、これはもうこのまま晩ご飯出せばいいし、これもね、捨てがたいね、どっちでもいいです。もうどっちを選ぶかはあなた次第です。あ、はい、ということで、もっとダイエットの知識深めたいっていう人は、このミキママのあと3キロ痩せるおかずっていう本に、栄養管理栄養士の方も入って一緒に栄養も考えながらダイエットメニュー考えた本なので、お肉料理とか魚料理とか副菜とかいっぱい載ってるこの本を参考にしてみてください。はい、では皆さん最後も見てくれてありがとうございました。また次は第3弾ありますからね。最後はダイエットしてるのに食べられるスイーツをご紹介しますからね、お楽しみに。じゃあねー。